しのみ。なんだろう、お好み焼き屋って毎日一軒潰れて毎日一軒出店しようとしておるんじゃん、業界じゃん。なんかまあもうちょっとなんかみんなが息が長く続く業界になってもいいかなとは思うんだけど。まあそうですね。ありすぎるっちゃありすぎる。そうですね。同じ業界がね。なのになんかないエリアってあるじゃないですか。うん、ある。食べたことないとか、うん、これはそのね、外の人が来るじゃないですか、俺ら場所的に。どうやって食べるんかみたいな人がいっぱいいるじゃないですか。うんうん、めちゃめちゃ多い。人生で初めて食べたとか、うん、っていうなるとなんかこう食べる習慣がないところに持って行って、うんうん、ああそれそれでももうデコゼからやってるっていう感覚なんですよ。まあ俺らも美味しいよね。そうそう、でそれきっかけで広島に行きたいとかっていう人が増えた方がと思うし、うんうん、これだけ昔よく覚えたよ。まあレイちゃんさんとかファッションさんのすごいところってまず県外の人だけをバッチ並ばして商売するわけで、うん、まあイメージ的にね、地元の人はどっちかってあんま並ばんけ、うん、でもそのシステムを作るっていうのは、うん、広島で CM 打つのよりも県外で多分 CM 打ったりしょ、うん、俺あれはねすごいなと思う、ね、天才だなって思うやり方が。所詮広島って100万人都市ぐらいやけ、100万人の都市からみんなで分け合うんじゃなくて、だからどっちかって譲ってあげて、うん、外から取る。すごいですよね。いや俺すげえと思う、この考え方も。この成功した一つの理由よね。でもそれを直々にそこに持ってきよるのは健康世界。そうですね。自分から行って食べてもらうっていうのをやるのが今健康世界。そうですね。まずはちょっとね、食べてもらって、うん、こういうもんがあるんだみたいな。だからお好み焼きと広島焼きって何が違うのって言われる。ああ、分かる分かる分かる。広島焼きって言ったら怒られるんでしょとか言われるし、ね、そんなことないけど、うん、違いを伝えたいし、うん、なんかその触れ合ってほしいじゃない、うんうん、僕らは当たり前にこう携わってきた、うん、子供の時から。で俺らはお好みって言うじゃんでしょ。そうそうそう。でみんなが間違ってるのは関西焼きとか関西風とか広島風とか広島焼きって言うけど、どっちもお好み焼きなんよ。ですよね、うん、結果。そうそうそう。だけどどっちも呼び方一緒なんよ。でまあ、何って呼ばれても別に頭もこんし、好きな焼き方して好きなものを入れて食べるってお好み焼きだけど、うん、全然いいと思う。そこはね、自分に合ってないとかを言う必要もないし。そう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 。でもそれ自体が食べる習慣がない場所もあるよね。ああまあね、うんうん、そこにだけ自分が持っていくってことだよ。そうそう、シェアを広げていかんと、うん、お好み焼きってものが広がらんなっていうのが思いがあってやるんですけど、苦労してやっぱり水が好き。うん、お米屋さんめちゃめちゃ投資せないでやん。そうですね、初期投資がすごいじゃん。あれみんなほんまに知らんけ。結構かかるっすよ。かかるかかる。だって1店舗2000万ぐらいな。あのまあ30坪ぐらいの広さでやろう思うたら2000万ぐらいかかる。2000万を何年で返すかっていうとこから始まるんだよ。2000万利益を思うと思ったらね、もう指がしびれ出す。ほんま、やっぱ飲む相手で俺のテンションってこんなに違うんだなって思ってる。まあ思うじゃろうね。まあ、いつもこいつ暗いのに今日まあまあ明るいじゃないかい。下道と動く時と、うん、目上の人と会う時と。いやでもあの下道くんの時も俺おもろいよ。あのまあ俺ら野菜もね入れさせてもらっとるけ、あそうだ下道して朝のメールとかまあ俺は打たんけど、従業員打ったのは俺グループ入っておいて、見るじゃん。発注ね。そうそう。ただ、なんかあの、キャラがそういう、まあそのメールしか見てないけ、うん、で、思いよったのが、まあ、ぶちおもろいじゃん、見よったら。なんや、お前、めちゃって。滑っとるぜって思うのが、ちょっとおもろくなったらやないでしょ、うん、あれ結構人気企画なんすよね。いや、だと思うわ。あれ結構いいと思うわ。あの、なんじゃろ、同級生なの。高校の同級生。そうだろ。だけど、あの、なんか、まあ、電光石火の社長が一緒に行って飲み寄るのにタメ口ぶっ込んでくるっていう、お前ねみたいな。そうそうそう、あれがおもろい。あれはおもろい、マジでおもろい。しかも普通、うん、立場で言ったら部下がやってきたのに、お前何人やねん。いや、もうそうそうそう、俺キャッキャッキャするじゃん。うん、だからさらにちょっと乗って追い打ちかける。なんで俺の時だけ言わんのや、今だろうなみたいな。もうお前ら漫才や。あれマジで何の打ち合わせもないんですよ。そうだろうね、急にやるんで、
あんまりぶっ込むとついてこれってますよ、うん、あーどうかサントリーさんの白州ハイボール、白州、あーこれちょっとジムビームのあのグラスだけど中は白州、白州はどこの何でしたっけ、これは確かサントリー、あ、サントリー、怒られる、ジムビームはサントリー、サントリーだけじゃないか、道理で美味しいと思いました、こんな美味しいお酒あるんですね、白州はね、まあウイスキーは全般的に好きだけど、大体シェリーダルじゃん、ウイスキーってシェリーダルっていう、あの色がもう山崎とかはシェリーダルなんだけど、これバンチョンダルって言って、まあ色がつきにくいダルだね、で女の子にも俺超おすすめ、ただ今ちょっと世の中がね欠品多いけ、うん、ないですもんね、そうなかなかないんだけど、やっぱ美味しいよね、前後せっかく野菜やり始めて、取り出して、野菜も薄利多売な、で、やっぱりね、分かるよ、あの商品見たときに、やっぱ悪い時もあるよ、まあ、うちはまあ物悪かったら言って書いてもらえって言うんだけど、でもそれは、向こうがミスしたんじゃなくて、やっぱり向こうも配達するところめちゃめちゃ多いんで、チェックはしよるけど、やっぱりチェックできてない時もある。とか、例えば、まあ、大変なとこって言ったら、あのコロナ禍の中で、誰がどんぐらい頼むかわからんっていう、その予測、仕入れの、お前ら仕入れして、大きい冷蔵庫入れるじゃん、で、その中の棚から取っていくわけじゃん、みんなが、まあ、それ想像できるけど、もうやっぱり、俺らがやろうって想像しに、めちゃめちゃ大変だって、ないって言えるのに、そうですね、もしほんまなかったら、よそのスーパー行って、買って持っていくしかないけど、赤字になってね、いや、そうそう、これもあるしね、あ、全然これとこれ赤じゃんとか、さらにこれロスになってるとか、あれはあるよね、やっぱりあれはね、やっぱりすっげえ大変なんだろうな、と思うわ、一番しんどいのは、見た目はいいんですよ、で、納品するんですけど、お客さん切ったら仲悪い、あ、そういうのめっちゃ多い、それでもできんのですよね、これはね、俺はもう、それは言わんさすがに、そこ言い出したら、もう切りがないけど、一番難しいのはオクラかな、オクラは来た瞬間いいよ色、はいはいはい、だからもう1日ぐらいでやっぱり色がバーッと変わったりしたり、まあまあそうっすね、うん、でももうこれは難しいよね、うん、でも別にやっぱねテクトにはしたくないし、ちゃんと管理して持っていくんですけど、分からんすもんね、俺らが切って確認するわけにはいかない、そうなんよ、なんかね、いわゆるこうお好み焼き屋じゃないですか、こっからどうしていくかみたいな話がしたいと思います、こっからだろ、まあこちら的にずっと忘れちゃいけるのは基本、お好み焼きの基本は俺らはやっぱりずっと守らなきゃいけないかなっていうのは結構思うね、で俺店でもみんなによく言う、鉄板焼きマジで一度目焼いとくで、あれだでもできる、炒めるのにタレかけるか塩かけるかだけ、でもお好みだけは真面目に焼いとるよってよく言うよ、それ以外も適当だけど、そこは何かこう俺らがちょっと守って全国に広げていってもらうのを電光石火に頼むみたいな、まあ、俺感じが一番流れ的にはいいかなって思う、そうですね、まあ、言ったらだけみっちゃんさんとファッションさんと、まあ越田、まあまあまあいろんな店あるけど、まあまああの、まあ、夜だったらファッションさんと越田やね、っていうのはやっぱり広島にコント食べれんよっていうのを、まあ、守っていかないといけん店かなっていうのはまあ思う、美味しいよ、なんか俺らこうやって外にやることで、その広島ってものを知ってもらって、お好み焼きいっぱいあるんだよ、いろんな店あるんだよ、こう気になってもらう店を通して俺らが行き始めてるし、もう今のところまでやったんなら、もうやりきる責任もあるまあそうよねと思うし、それでなんか盛り上がって広島に来る人が増えます、で業界が盛り上がればとももちろん思うし、でもやっぱりまあこの10年先とかじゃないよ、俺が今思うのはこの先じゃあ最終着地点、まあ20年後とか、25年後に、まあ、お好み焼き業界があるじゃん、もうわしは2人で引っ張れたらいいなっていうのを思うよ、そうですね、なんかまあいろんなことをできるじゃん、今からやりたいよっていう子がおったら、まあ両極端なやり方ができても、 OK、
例えば俺らがどっちかがどっちのやり方でやりたいよって言われたらどっちか選ぶだけじゃん。そうですね、アドバイス選択肢って2個しかない。だけどもうこういうのね、結構まあ学校を作っても面白いなと思う。お好み焼きの、そう、だけ広島に、うん、そう広島でもいい、別に東京でもどこでもいい、やりたいそれ。これよく思うよ、3種類ぐらいのコース作って教室作ったらめちゃめちゃおもろいんじゃないかな。めちゃめちゃ儲けたいコース、売り上げを取りに行く、そう、中間のコース、まあ、初級、中級、上級みたいな。学長、うん、学長、学長で、あの講師。俺現役大学生ですからね。いやマジでほんまよ忘れとった言うの、ほんまよ。俺何代だったっけ。提供マジクソウケるよ俺1年生ですからまだ。え、行きよ。行ってます。すごいね、週4日行ってます。マジで、はい、お思ったもんマジで。ほんまそうよ、 YouTube で知ったんですよ。そう俺わざわざ言ってないですもん、うん、YouTube で知って、うん、俺これマジこんなこと言うんだと思ったら、うん、マジで試験行く時の映画まであったやん、うん、撮りましたね。僕行ってくるわ、うん、タクシーで朝に見てますね、うん、そこから試験終わって帰ってきたみたいな、うん、ガチですよ、ね、すごいよね、受かったのはすごい、ね、一発で勉強したんじゃない、やっぱり。しますします。お前らしいよマジで。いやさっきマジ学校行ってももうみんな18歳ですよ。やろう、まあ、いやガチバチに浮いてますから。そりゃ浮くだろあれじゃん、ただ髪が長いおっさんだよ。そう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 、言っとったら、うん、しかも、うん、目見えんけやっぱ前のバスなんですよ。キモいよお前らやっぱね、端っことか後ろだと見えんのですよ。おお、視力はいいんですけど、でもダメだよ、まあ、年寄りじゃないですかすごいよね、なんで行こうと思った。え、なんかこう調整はしたかったんですよ、興味はあって、もともとお前変わっとるわと思ったもん、あの時そういうの忘れとった。今日最初俺っぽいでしょ。いや、そうだよ、お前っぽいよ、ね、結構喋れたんですよ。うん、結構喋れた。まあでもね、やっぱね、付き合いも長いし、なんかいろんなこと知っとるじゃないですか。うん、最近やっぱね、言えること言えんことがまあ結構ある。うん、まあ確かに。まあ、正直俺もすげえ悩みながら喋るようなもんですよ。そうですね。言っていい言葉と言っちゃいけん言葉があるし、うんうん、聞いたら嫌な僕の心の勉強さんもおるし。確かにね。まあ、ただね、やっぱこう、一緒に業界盛り上げていくっていう。そう、それはもうみんなで思うよね。変わらんし、うん。その中心人物として僕らはやれることをやりたいなっていう。まあ、感じだけですよね。こう、ほんまできることね。うん、やっぱりみんな、ね、結局お好み業界で飯食っていくんだったらみんながみんなで業界守っていかんと。そうですね、続かんのね。こういうの見てから、うん、俺もお好み焼きになりたいみたいな人増えてほしいし、やっぱ俺らこうやって中心になって引っ張っていこうっていう時点で、うん、俺らみたいになりたいと思ってもらえんと、うん、やっぱ成立してないですね。まあまあそうだね、黙って勝手にいきなり大学受験をする人とずっと一日中下ネタ喋る人、はいそうね、二手に分かれるね。足して2で割ればみたいな、まあギリギリセーフみたいな今はまあ頑張っていきましょう。頑張ってね、はい、先輩よろしくお願いします射程残しながら頑張りますんで皆さんもチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。じゃあ皆さん僕らも頑張りますんで。そうですね、これからも、ね、はい、みんなで頑張りましょう。よく考えたら今日オープニング言ってなかったんですね。え、第5回5回第5回差し飲み、はい、で今回のゲストは、広島で60年の歴史があるお好み焼き屋さん、はい、越田さんの社長さん、俺の射程、はい、射程ですすいません、一緒に、ね、盛り上げていくべく今回は来ていただきましたんで、今後ともね、いろいろ力を合わせて盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ぜひ腰のよろしくお願いします。ありがとうございました。バイビー